はい、こんにちは、ペソでございます。ティタソス、アキチモードで対戦、摩天楼編ですね。続きやっていきたいと思います。どっち行ってもあれか。じゃあチャンスカード引いとこうか。はい、まずこいつからね、ラストエンペラーに化けさせましょう。さあ、キョコさんの削らないとダメなんでね、一かに。よし。よし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 。心配してないんで、おい、かずみちゃんがハマりに来たね。ラッキーチャンス、いらない。買われちゃうか。まあ買いはしないかな。うんね。あ、買いよった。あ、当然だね。ということで、空き地を狙って買い直していかないと大変なことになる。ヘリコのままで置いとくべきだったね。まず買い直そうか。はい、はい、まあ、キョコさんに対してはね、ジャブ打ちを続ければ。さあ、これでカズミちゃん2位出ると面白いよ。まあ、とりあえずのジャブ打ちは成功ね。あー、1か。ここで、おー、6はラッキー。うん、動きやすい場所がいい。ここですね。はい、
ちだ。あ、パネルだ。メモメモ。それが矢印で、それマイナス。はい。わかんないからここにしよう。はい、矢印が一つ置きのパターンかな。50以外は、うん、そこ15、あ、これが10枚か。もう一回回ってくればいけるか。いいえ、どこでもカード。あー、ひろゆきさんマイナス引いてほしいね。それはパーね。あー、どこでもカード取られちゃった。まあいいや。あと空いてない2箇所ね。そう、それと、10枚カバーいただけそうかな。隣で多分開けてないとこ行くんで、性格的に。はい、まず銀行入りにくいようにここを押さえときましょう。あー、かずみちゃん風船の灯火。あー、また買われる。うん、まあそこ抑えられるんだったらね、全然いいんだけど。
税務署から改築しといてよかったかな、逆に。資産税でかい。さあ、かずみちゃん、ついに4桁台突入ですね。またそこ押さえてくるのか、自分のとこね。することないと思うんで、買う、ああ買わない。休日にはしたくないな。まあ、ライブ資産的にはね、削ってるはずなんだけど、ちょっと一旦ヘルコに変えましょう。まあ株価落ちてもどうってことないんでね、持ってないし。ああ、そこはまんのか。6じゃあダメ。ちょっと弱いとこね、押さえときたいね。ここはまっラストエンベラーになるんじゃないの？よいしょ。ほら、
上に上がってくる。わあ、来た。よしよしよし。あれ、なんだっけ。パネルじゃなかったよね。ああ、スロットだ。ワープ引くからすごいよね。ほら。ようできてるわ。で、銀行か。ああ、そこ取るんだ。なるほど。再三度返し。ああ、邪魔された。ほい。ああ、かずみちゃん風船の飛ばし火、これはピンチ。でもカブまだね、1売るだけでいけるんですよね、あそこだと。500しかできんのか。そうですね、まずここだね。はい。まあね、あと1件、2件か。あ、1件か。売れないわね。あそこは見逃すから、そうですね、空き地の買い直し行きましょう。さあ、お時間的にそろそろ20分ですね。ひろきさんのちょっと内容次第で続けるか続けないか。お、どこに？ああ、片目に来よった。1ゴールドだけした。はい、ではここで今回は終了でございます。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。